ます。本日はあのね、ちょっと満州ニララーメンの動画のところにコメントが来てまして、ちょっとあそこ元祖マンニラって書いてるんですけどね、あそこは元祖じゃないよという話が来てましてね、元祖マンニラは東亜にあります、美味しいです、ぜひ行ってみてくださいというね、コメントが来てましたんで、今仕事終わりで今から行ってみたいと思います。食ってみようかなと、なんかそこをね、ちょっとうちの先輩が今来るんですけど、友達が来るんですけど、先週いたんだけど、まあいろいろメニューも豊富で、いいらしくてね、まあ初代4号線の時にあったところで働いてた人がのれん分けして東亜に出したという、今のは多分息子さんか誰かが、あそこのね藤田のところは多分息子さんか誰かがやってると思うんですけど、初代の時に働いてた人がのれん分けして出したのが東亜にあるということで、ね、俺も全然そんなね、こんなラーメン好きなの知らなかったからね、ちょっと行ってみて食べてみようかなと、なんか面白いメニューもいっぱいあるらしいんで、ちょっとそこら辺を行ってみますんで、ラーメン食いさ行くべ。やってきました、東亜町にある満州ニララーメン、元祖満州ニララーメン栄屋さん、あ、蒙古タンメン燃える極うま辛の辛さのカテゴリー、カルミンスーパーエクストリームインフェルドクロ達人、もったいないのでスープ完食してねすごい、はい、どうも、これはどっちで食べられる、でもマンネラもね、ガリガリスーパーガリガリハイパーガリガリ猛烈ガリガリ猛烈ガリ、やばいねこれね、これやばいっすね俺は辛いの食べないっすよいただきます。いただきます。本当だ、なんか昔の感じっすね、あそこのとは違いますね、かき算もまだ違うって言ってた、うーん、盛り上がるけど、だからさ、うちの派遣のやつだ、はい、まあね、美味しい、あっちの方美味しい、美味しい、うん、おいしい、これ辛いの食べたの、なんだかなんだかって食べた、辛いの食べて、この人は辛いのを食べてなんか名前載ってますガリガリ、超ガリガリね、猛烈ガリ、猛烈ガリを食べて完食して名前載ってます、はい、でなんかわけわかんねえ猛虎ライス、辛いあらそうなんですよ、ケチャップご飯食べちゃうライスというのはこういうものですラーメンがどっちかね、もう辛い、ラーメンの方が辛い、辛そうだな、辛い、ちょっと一口見せて、辛い、食べたら唐辛子だよ、あー辛い、もうね、このご時世咳しちゃダメだけどね、むせる、うわー辛い、すんげえ辛い、うまっ、うまっ、そう、美味しいが、辛うま、美味しいが、辛い、すんげえ一気に忘れてきた、
僕は食べません。俺は絶対いらない。なんいらない。うまい。うまいぞ。セーフでいいぞ。大丈夫か。大丈夫。だんだんなってくるんだっけ。辛っ。うめが、うん、辛いのうまいっていう人おかしい。頭おかしいよな。おかしい。うまみ、うまみ、うん、うん、なんか昔のマニラの味する。本当に、うん、なんかさっぱりした味で、カレーラーメン美味しい。うまい。カレーのマニラなの？うん。うん。まあ。私はそうでよかった。うん。辛さが。じゃあれでしょ。なんか辛いってすんごい。やめ多いっすよ。めっちゃ辛いっすよ。だってもう舌やられてますもん。ビリ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 。どうだれたら。スープと一緒だからいいかもしれないな。でちょっと練乳さ取ってちょっとつゆつけて食ったもんだ。ご飯オーブンだったもん。カレー。うん。バカ時代にやってますもん。ビリビリですもん。まあ、すごい。熱いっすね。なんだっけ、あのちょっと食べただけで、あの、ビジョビジョなしちゃった。うまい。おいしいが。うまいけど、生姜はそうでいいと思う。うん、絶対、絶対おいしいとは思わないわ。またティッシュを使うことになるなんて。俺はそれを美味しいとは思わない。あの二口みぐじって食ってるけど麻痺してくるんだけど。あとレンゲで食ってみたりしてな。激辛専門店です、ここは。チャレンジ、チャレンジ、チャレンジャー求む。チャレンジする人いたら、俺 YouTube に登録するから。なるほど。見るために。登録してよ。してないの？まだしてない。これ食べてる人見てみて。普段 YouTube 見ることないから。なんでやねん。見てよ。うん。うまい。やっぱりあれだな。あ、熱い。普通が一番おいしいな。これそういいな。カレーラーメンおいしいっすね。うん、いいカレーおいしいっすね。カレーラーメン、うん、うん、カレーラーメンスープ、カレーもいいの。まんまじゃん。カレーすんげーんだけど汗。汗ってこれ涙が止まないんだけど、うん、やべえ。おー、カレー。やっぱもうこれしてもショーが一番いいんだかもしれないな。いや、ご飯もショーと半ライスで十分ですよ。足りないよ、うん、その足りないくらいにしとくから次行った時に何食うべってことなんだけど、これ食べるとガリガリにしようかなとかよ。うん、ガリは辛さの段階なんですか。ガリでガリガリ
ガリで、あ、ガリガリで、ガリガリガリ、スーパーガリ、ハイパーガリ、猛烈ガリと、うん、辛さが調節できるみたいです。あく、これどんなにあったんだろう、今のがあくは。うん、でも美味しい。うん、マニラの味だ。あっちよりも生姜がそこまで、うん、あっちの方がもう生姜生姜だけど、こっちそんなさっぱり、うん、うん、もう飲めることならこのスープ全部飲みたいもんね。美味しい。ああ、大盛りライスにすればよかった。あら、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。熱々もね、見てこの汗だく汗が止まりません。哲郎が変なライス食わせるからまあ辛いもの好きな人は行ってみた方がいいですけど、さっき新規のお客さんが蒙古タンメン頼んでて、親父出てきて、お、蒙古タンメン初めて食うのかと、あ、今日初めてですって、大丈夫食えんのか、お前スープまで飲めよって 一括入れられて、大丈夫ですスープまで飲みますって言って、若い子がスープまで飲まないと怒られるみたいなんでまあ激辛好きな人は、初めての人は多分一番辛いの頼めないらしいんで、あの徐々に段階積んでけって怒られるらしいんで、結構頑固親父でしたなんでもしよかったら試してください。美味しかったです。久々に懐かしい味でした。さっぱりして、で美味しそうだと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。